皆様こんばんは。落合陽一日本フィルハーモニー交響楽団プロジェクトボリューム5浄化する音楽会にようこそお越しくださいました。私はやっぱローカルのものを分断された後どう考えるかで重要だなと思ってて、だって今ってベルリンフィルのやつをね、はい、あのオンラインで聴いたりとか、そうですね、あの海外のやつオンラインで聴ける今、じゃあ我々がローカルでオーケストラやる意味って何なんだろうっていうのは結構重要なテーマで、そうした時に僕らのローカルにある DNA でできてる曲だったりとか、それと対比構造を持った時に、じゃあヨーロッパ音楽をどうやって我々は受けていくんだろうみたいなことを考えるっていうのが結構面白そうだなと思ったんで、今度はお客様にもご一緒していただき実験的なことをワークショップ、いつものコーナーですね。ここに実はムエットといって白いこの、ね、紙がありますね。そこに匂いが香りが染み込んでるんです。
で、これはちょっとお気をつけ遊ばして、これ中に入れるとね、結構ね、人生後悔するかもしれないんで絶対中に入れないでください。ちょっと私もあの昨日リハーサルで大変、なんか馬小屋と腐葉土っていうテーマで作ってみたんですけど、伴奏としての匂いが今あなたのお手元にやってきました。やはりこう 音と匂いって記憶にすごく深く入るって言いますからね。なんかね、匂いと曲は結構相性が良くて、うん、なんかハーモニーを感じるのは結構いい。